ラキュラ国立公園はニュージーランドスチュアート島にある国立公園である。スチュアート島、ラキュラの衛星写真スチュアート島の面積の約85%。2002年に開設された。ラキュラとはマオリ湖で空が赤く燃える場所という意味である。由来は冬季のオーロラと一年中を通して見ることが可能な見事な夕焼けである。国立公園内には 島の北部にあるスチュアート島の最高峰、アングレム山が含まれている。また、島の中部には、全長2 5トルの河川である、フレッシュウォーター川が流れ、その流域には、湿地帯が広がる。島の西部は、衛星写真で見てもわかる通り、メイソン湾と呼ばれる海に面している、滑らかな海岸線であり、ここには、砂浜が広がる。また、国立公園には、 スチュアート島に隣接するネーティブ島、ウルワ島、マットフラット島、アンカレッジ島等々を含む、考古学的調査によると、スチュアート島には13世紀からマオリが居住していたと考えられている。ヨーロッパ人が初めてスチュアート島に到達したのは、1770年のジェームズ・クックの航海を待たなければならない。しかし、クックは、 スチュアート島と南東は陸続きであったと考えていた。クックの本国への報告書にはアザラシやクジラの宝庫であると伝えた。1818 18年、スチュアート島の周りにある小島のコットフィッシュ島にヨーロッパ人が定住を開始した。ヨーロッパ人の活動は1826年に造船所の建設が開始された。この年はスチュアート島で金屋鈴の最高 漁業が本格化する年となった。1864年には、スチュアート島のマオリから1万ヘクタールの土地を買収するなど、スチュアート島の開発は本格化したが、徐々に島の開発の中心は大ンとなった。例えば、フレッシュウォーター川川口の地区である、パターソンインレッドには、1872年に建設された郵便局は、 1923年に閉鎖された。また、スチュアート島に建設された、主要農場の一つは、島西部のメイソンベイに建設されたが、こちらもまた、閉鎖された。ラキューラ国立公園の植生の中心は、マキ科の植物である。リムの木、ポドカルプスダクリ,リオイです。トタラが中心である。フレッシュウォーター川の湿地帯にも、数多くの植物が確認されている。 マキカの森林が生い茂り、その下には、干木のマヌカが展開する。この湿地帯は、野鳥の生息地となっている。コットフィッシュ島で飼育されているフクロウオウムの幼鳥、ラキューラ国立公園では、野鳥の楽園である。サザンブラウンキーウィの亜種である、スチュアートアイランドキーウィの一大生息地であり、その数は、約2万羽である。また、ラキューラ国立公園は、 フクロウオウム最後の生息地となりつつある。フクロウオウムは、キーウィや、すでに絶滅したモアと同じく飛べない鳥類である。1977年に、ニュージーランド本土以外で、メスのフクロウオウムが、スチュアート島で発見されたことで、フクロウオウムの保護政策が本格化した。猫などの害獣からの捕食を防ぐために、フクロウオウムは、スチュアート島沖合のコットフィッシュ島へと移された。 キーウィやフクロウオウム以外では、アオハシインコをはじめとするパラキート、ニュージーランドバト、エリマキミツスイ、ニュージーランドミツスイ、ニュージーランドヒタキ、ニュージーランドクイナ、ニュージーランドロビン、ニュージーランドウギビタキ、カカの生息地でもある。フレッシュウォーター川川口に位置するパターソンインレッドはダイビングポイントとして知られているが、ニュージーランドでは有数の海藻の生育地区であると、 同時に、海類や湾足動物の生息地でもある。トレッキングをラキューラ国立公園でも楽しむことができる。スチュアート島の舗装道路は2 5キロメートルに過ぎないのに対して、トレッキングコースの総延長は 245km に達する。ニュージーランド国内に9カ所ある。 ニュージーランドグレートオークスの一つで全長 32km のラキューラトラックをはじめとし、スチュアート島北西部を重装する全長 125km のノースウェストサーキットやスチュアート島南部を重装する全長 71.5km のサザンサーキットがある。国立公園内には以上の本格的なトレッキングコース以外にも、工程30分から2時間程度の短い、 トレッキングコースも複数整備されている。また、スチュアート島外では、ウルバ島にも短い距離のトレッキングコースがある。それ以外のアクティビティは、ダイビングやシュノーケリングを楽しむことができる。主なダイビングポイントは、パターソンインレットやウルバ島である。ありがとうございます。